それでは時間になりましたので、高木秀幸先生の退職記念オンラインイベントを始めたいと思います。皆様ご参加ありがとうございます。第1部の最終講義の司会を務めます、九州大学大学院芸術工学研究員の丸山です。どうぞよろしくお願いします。通常ですと、先生の経歴を紹介するところですが、ご本人から再三にわたって経歴紹介不要であり、自分でスライドも用意すると言われておりますので割愛します。なんですが、先生の貢献をですね、簡潔に申し上げますと、ニューラルネット、ファジーシステム、進化的計算論等の研究分野で世界的活動をなされ、分野を開拓されてこられました。また積極的に学会活動もなされています。また、学内に目を向けますと、会議等では的確な ご発言をなさり助けられ、また大変学ぶところが多かったです。さらに、私と伊藤博先生、関先生は高木先生と同じ講座であり、この講座のランチミーティングを提案していただき、学生さんとの研究の仕方や指導方法、講義改善方法、研究室運営等々、ありとあらゆる相談事を解決する場を作っていただきました。誠に感謝の限りです。ではこれから最終講義を始めていただきますが、最後に一言申し上げます。九大の丸山が司会を務めておりますが、この企画の実動のほとんどは高木県 OB OG である同志社大学の大崎先生をはじめとした大西先生、田中先生、井上先生、ペイ先生、余先生によるものです。いかに先生が慕われているかがわかるかと思います。それでは高木先生、最終講義をお願いします。はい、どうもありがとうございました。今日はこのイベントのために、学内外から多くの人に参加いただきまして、どうもありがとうございました。それから今司会の丸山先生からご紹介ありましたように、特に大崎先生にはこのイベントの企画から裏方の走り回りいろいろしていただきまして、大変ありがとうございました。それではこれは授業と実は兼ねておりますので、最終回と兼ねておりますので、与田原氏的な話はなるべく少なくしてですね、なくに進めたいと思います。はい、では内容を今日の90分授業、実際にはもう少し短くして後ろの質疑応答の時間を取りたいと思ってますけれども、内容的にはこの3つの内容からお話をしたいと思います。まあ、パート1というのは一番最終講義らしいようなお話になりますけれども、この先端情報生命科学2の履修者にとってはですね、先週お話しましたニューロファジーの融合という話のところがパート1に入っています。それからパート2、パート3からはですね、パート2の方はどっちかというと、技術思想的なお話、私のこういうところが大事だよと思っているようなところのお話をして、その中の一つとして人間要素をこう計算知能というふうにこう絡めていくという、取り込んでいくというところの、実際の研究の紹介というのをパート3で行いたいと思います。授業ではですね、秋学期の方の1の方で進化計算のお話をしていましたが、そちらの部分が多く被るような内容になっています。それでは早速ですね、パート1のところから始めさせていただきたいと思います。私はですね、岐阜県の大垣の方で、出身で、ここの保育園、小学校、訓の全部大垣市でおりました。で、中学校の時はですね、実はこれ1期生で、学年進行に伴って建物が順番に増えていくという非常に工事でやかましい中での、過ごしました。そして18になってですね、この時そろそろ、当時音楽の方に非常に目覚めてましてですね、趣味的には非常に強く引っ張られてたんですけども、そっちの方へ行けるはずもないという話で、近い、名古屋が一番近いですから、ここの明大の工学部あたりにしようかなと、思ってた時にですね、芸工の、アナウンスというかパンフを見てしまうわけですよね。世界でも 音に関して、音楽から生理、心理、それから工学まで、信号処理まで幅広い、右から左まで幅広く、音に関する教育をする
というのは当時、西ドイツのデルトとこの芸校の音響しかなかったものですから、そういうのを見てしまうと、あ、これだというような形でですね、こちらの方に受験をしました。で、ここの入った75年の4月入学なんですが、実はその3月に新幹線が通ったので、受験等の時は夜行で行ってですね、そして新幹線でこう、入学の時に行ったような記憶があります。これが今日のパート1の目次に相当するところになります。でこの赤字で4つ書いてあるところが、まあ、私にとっての人生の、まあ、転機になるようなエポックがありまして、それを中心に今日のスライドをパート1のスライドにしています。でその他のところで簡単にここちょっと説明しておきますと、まず高校の時にですね、ちょっと普通の高校生と違うかもしれないんですけど、私の将来の人生像といいますか、それがまあこちらで強く思ったということと、まあ、それから大学に入ってですね、音響の4年生というと臨講という授業があります。論文を読んでみんなの前で紹介するという授業なんですが、でそこの時私の方が与えられたものは信号を切り出す時間窓の論文でした。32ページにもなる非常に長かったんですが、まあ、ほとんど図だったのであまり読むのは大変なことではなかったんですが、ただその読んでる途中にですね、デジタル信号処理の基本のところの部分にバッとちょっと引っかかってしまったんですね。それは何かというと、今ここに音響設計学科の教員も参加されてますので、ちょっと、考えていただきたいと思うんですけども、信号を無限大で時間軸の無限の長さで解析することはできないので、離散的フーリエ変換では一定の長さでこうちょん切るわけですね。だからちょん切るということはそこに時間窓が掛け算するわけなので、周波数特性には畳み込みになります。で順を分析したときに、周波数領域では畳み込みになりますから、窓の特性が出てしまいますよね。だからでは、制限波を分析するときにパルスのようなものは できないのかという話ですね。もし観察したときにパルスが出たなら、じゃあ窓はどうなったのというところにうわっと引っかかったんですね。信号処理に関係ない参加者の方にはちょっと、遠い話に聞こえるかもしれないんですけど、まあ まあ、そういうようなところに疑問を持ってですね、その疑問が論文と関係ないから何も紹介しなくてもいいっちゃいいんですけども、引っかかって引っかかって引っかかってもうずっと考えてたんですね。で臨講の水曜日の朝1時目なんですけども、その前の日の夜、火曜日の夜深夜12時過ぎた時にパッと分かったんですよね。でその時の本当によく小説なんかで表現がありますけど、目の前が明るくて本当にあれ体験しました。だから特に今日参加されている学生の皆さんにはですね、ここはちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、ぐーっと考えて考えて考えてってやった時に、なんかひらめいた答えが得られた時の感動というですかね、ああいうのを一回知ってしまうと、こういう世界というか、まあ、研究職みたいなところは非常に面白い世界になるかなと思います。それから修士の時に入った時ですが、指導教員の伊達先生の方から、音響の世界にはこんな問題があるという話だけ最初があって、それでおしまいだったんですね。だからテーマを具体的に与えられたわけではなくて、で、研究室のみんなはですね、自分なりにそれをいろいろその分野のところを調べたり勉強したりするわけですよ。そして私の場合は特に音声処理にのことを所属研でやりましたもんですから、音声認識だとか音声合成だとか、まあ、音声信号処理のところをいろいろ勉強してたんですね。そうした時に12月の時にですね、パッとその音声の認識合成を、使うとハウリングが抑制できるというまあ、アイデアが生まれたんですね。当時のハードウェアはリアルタイムでそういう信号処理ができなかったので、まあ、シミュレーションでやるんですけども、やっぱり劇的な効果がある。まあ、その代わり音声一人の声っていうふうに限定されますけど、まあ、それを、自分で見つけて、それで修士研究をまとめました。さらにそれは特許出願になってですね、その後この松下電機に、就職するんですが、松下通信工業の方から出願して、まあ、私の嫁入り道具
にこうなった次第です。そして、24歳の時から、まあ、松下の中央研究所に入って、そしてここで、半年ほどの研修を終えた後に、秋から中央研究所の方で、まあ、研究職が人生が始まったという話です。でその途中で、まあ、ニューロファジーの大ブームがあって、それからバークレーに行って、それから大学に行ってと、まあ、こういうようなお話がありますので、ここでそれぞれ人生が変わったところの話を順番にしたいと思います。でまず高校の時に、まあ、人生像といいますかね、将来像をこう自分で、まあ決められたということは非常に大きかったです。でここの研究職というところですね、なぜこれがその自分でこう決めたかというと、この私の方がこのように絵のように一滴を、石を投げるとですね、その人がその成果が、まあ、他の人の研究者に刺激して、また何らかの研究成果が出てくる。そしてそれがまたどんどん広がっていくと、まあ、この開発者につながって製品を通して社会に広がっていく。この末広がりに広がるというところにですね、まあ、非常に使命感というかやりがいというか、まあ、社会貢献できているという大きな価値観というか、まあ、これを強く感じたんですね。だからこれがまあ自分の人生をまあ決めてしまったという方です。でなぜこれ、ここで繰りかエポックとして言ってるかというとですね、その後の人生でいろいろ岐路の選択しなきゃいけないところがありました。で右か左かによって、今みたいに研究職を続けてるか、それともまた別のところに行ってるかというところがかなりあったんですけども、やはりこれを強く持ってるとですね、でこれに対して決断の時右か左かの判断ができるということがありまして、それでこれは高校の時にここでこういう将来像を決めた、心の中に決めたということは、本当に現在まで40年ほどこの研究所を続けているということの結果につながったと思います。で2番目の転機、これは就職して松下電機にいた時なんですけども、今日ご参加のですね、関西大学の林先生、当時の同僚とここの大ブームに巻き込まれたというか、まあ、引き起こしたというか、まあ、そういうような大きな話がありました。背景を言いますと、1987年に、日本でファジーのブームが起きました。それまで世界の方では、まあ、ファジーというのは、まあ学問分野の話だけであって、日本の方でもファジー曖昧何っていうような状態だったと思うんですけども、ここの時にこの会議の時ですね、仙台の地下鉄ではもうファジーで実際使われてますよとかですね、今日ご参加の山川先生などはファジーのチップを使ってほらほら実際にもうチップもあるし動くの制御もできますよという、本当に使える技術というところが、マスコミを経して出ましたので、これでファジーの部分がわっと盛り上がりました。同じ年にニューラルネットのブームが起きて、サンディエゴの方で、第1回目のニューラルネットの国際会議があったんですが、その時は2000人が参加するという、大きなイベントでした。でそれが当然全世界に広がってきて日本にも来ます。で私は当時ですね、音声認識のプロジェクトにいましたので、まあ、ニューラルネットのこと自体は当然知ってたんですが、これはパターン認識に使えるねと、音声認識に使えるねと思って、当時のそのバックプロパゲーションという、まあ、学習アルゴリズム、これが提案されたことが、まあ、ムームの一つのきっかけになってますけども、一日その数式をじっと眺めてて、あよし分かったということでバッとプログラムを作って、まあ、それから私はニューラルネットを始めました。で同様に同じ同僚の時の林先生は、ファジーの方の分野の専門で、で2人の方で見ててなんか似てるよねっていう話で、ファジーの設計というものにこのニューラルネットの学習というのが使えるんじゃないのという話で、翌年に、最初の論文を発表しました。でこれがですね、ニューロファジーの部分の中にニューロファジーの論文を発表したということで、新聞社が学会会場まで来てですね、インタビューがあったぐらいになりました。先月からですね、ちょっと後ろの壁見て分かりますように、今私の部屋は引っ越しでまっさらになってるんですけども、その時にスキャンしたと思ってたこの当時の新聞間違えて捨ててしまって、今ここに貼り付けることはできませんでした。残念だったんです。
で、ニューロファジーブームというのが1988年から始まりました。で、日本では、この年、それから90年からはアメリカの方で、ヨーロッパでは94年というふうに、まあ、ファジーの伝播と同時にこう広がっていきました。ファジーシステムって何かという、まあ、簡単なお話をしますと、まあ、システムですから、ここに一つのあるシステムがあって、そこに入力があります。そしてその入力に基づいて出力を出してくる、まあ、こういうシステムなんですが、そこのシステムの中が if 前のまあタイプのルールベースでまあ記述されて、ここの特性が記述されている、まあ、ここがルールベースシステムというものです。そのルールの中に、まあ、ここで漢字で低いとか高いとか書いていますけども、こういう、まあ、何が低いのというときはある程度温度に基づいて、その特性を書かないといけませんけども、そういうような、まあ、ものをファジーな変数として取り込んだものがファジーシステムです。で、我々人間がですね、これをルールを見たときには、例えばエアコン、クーラーの場合、温度も湿度も低ければ、まあ、パワー少ないよねっていうのは、何の抵抗もなく入ってくる、理解できるのは、この低いって大体どの程度なものっていう概念を我々持ってるからですね。だからこれをコンピューターで実現しようとすると、ここの低いの高いのという、まあ、こんなファジーな変数のところを、まあ、定義してやらないと、コンピューターは理解できないわけですね。で、その定義はまあ関数の形で書くんで、例えば温度の横軸に対して、関数の形で書くんですが、今までの昔のですね、ファジーシステムの設計は、そこをマニュアルでチューニングすると、設計するという形でした。それで特性が一番良くなるようにする話だったんですが、それをニューラルネットの学習機能を使って、作れるんではないかという形で最初に発表したのが、このニューラルネット駆動型ファジー推論というモデルです。で、この、これは、例えば上の例で言うと、これが温度とこれ湿度みたいなものですけども、こういう場合は、温度と湿度がこういう場合は、これこれの制御、こういう場合はこれこれの制御という、まあ、if 前の形になっているところを、ニューラルネットでこう場合分けすると。で、こちらの話と違うのは、非線形の形でこう場合分けするようになりますので、ルール数を減らすこともできるというような、まあ、内容のお話でした。で、この論文はですね、現在、おとといの Google スカラー調べましたところ、831回のですね、引用をされている、まあ、結構引用の多い、論文です。で、その後、今度逆の形で、ファジーというのは論理構造が分かるわけですね。if 前の形で分かります。それに対してニューラルネットは学習機能はあるけれども、中はブラックボックスという、特性がありました。で、そこで我々の持っているその知識を if 前の形でニューラルネットの構造の中に埋め込めば、もう少し解釈しやすいニューラルネットが設計できるとかですね、部分的な性能改善ができるというような形で奈良モデルというものを1990年に発表しました。掲載はもう少し後ですけど、でこちらはまあ引用回数がちょっと少ないんですけどね。で、簡単にその構造知識をニューラルネットを組み込むってどういうことという例を簡単に説明しますと、例えばこの白と黒を分離するような白黒判定のシステムを作ろうとします。こちらは X1、X を入力して、そして白か黒か判定するシステムをやろうとします。通常ですと結構難しくてですね、難しいという意味は、こういうような非常にぐにゃぐにゃぐにゃっとしたような非線形なこの分離の局面を作らないといけないということで、普通ではもうできなくて、50%、50%、つまり全部白というか、全部黒といっちゃうんですね。でもこれをまあ、この場合たまたま2次元ですから視覚的に分かるんですけども、まあ、クラスタリングとかいろんな手法を使えば、大きく見ればこれは4つの部分に分かれてますねと。そしたら if データがこのような領域の場合は then 1番目のニューラルネットでこれだけを担当させましょうと。 if データがこのような時に来たら2番目のニューラルネットでやりましょうというような知識がこう使えますから、それに基づいて今こちらのような部分部分部分にあるニューラルネット、大きく4つに分けるニューラルネットみたいな構造が組めます。
で、こういう知識を構造に組み込むと性能はぐっと上がるわけです。ニューラルネットのこの2つの違いは、重みの数は同じなのにもかかわらず、性能がこんなに違うということは、知識構造を入れないということの違いなんですね。で、こういうような知識を入れれるようにするというところ、これがニューロファジーの一つのアプローチとして我々は行いました。で、ブームがわっと出ましたので、実は国内だけじゃなくてですね、全世界に日本ではニューロファジーが始まってるぞというような形で、いろいろ広がっていきました。で、私の名前とちょうどそのこのニューロファジーというのがペッタンコとラベルがついてですね、あちこちに、分野のニューラルのとかそのファジーのこの分野の人がに知られるようになりました。実はこれはですね、京子さんからの山川先生の、飯塚の会議の時のお話なんですね。アメリカでは何分も時間を空を無駄に使ってるけど、日本ではちゃんとデモできるようになってるぞとかっていうこんなタイトルなんか使ってますね。このタイトルで日本ではニューロもファジーも融合化させてるぞとかってですね、そんなような新聞でした。はい、でさらに学会だけではなくてですね、企業にいましたので、これの特許を取るということで、このような2つ の, この日本での出した特許、これを世界の方にもこう出して、それぞれで成立しました。でこれ最初90年ですから、まだ特許全然成立してない段階で一応中央研究所の方で評価していただいて、基本特許証第1号というのをこの特許で取れました。ただしここからがまた面白い話があるんですけども、これらで出した特許っていうのは、先ほど説明しましたような、学会で発表したニューロファジーの、モデルを、ね、特許にしたんですね。でも特許というのは技術思想を記述するものです。そこでこの前のスライドでお勧めしましたようなニューロファジーモデルの、何を目的にしているかというと、ニューラルネットでファジーシステムを設計するんだと、チューニングするんだというところが技術思想です。で、そこであまりにもこれではもったいないということで、これを基本思想のところ、技術思想のところに拡大したいというふうに思いました。で、アメリカではすでに92年、93年でこの特許を成立してたんですけども、広げたいと思ってですね、松下の特許の方と相談して、この時はもうすでに私、九州芸術工科大学に来てたんですが、学会の行きだったか帰りだったかに、このワシントンのこの特許事務所、これは松下の特許、米国特許を扱っている事務所なんですが、ここにちょっと立ち寄ってですね、これを広げたいという、ここの特許ですね、広げたいという話をしてきました。最初はそれは難しいぞというような話で言われたんですけども、この成立した特許の内容、そしてその今の広げたいという技術層の話を説明したら、その日のうちにですね、それならできるかもしれないということで合意が得まして、その95年の10月に出願リイシューというんですね、再申請の形で出して2000年に成立しました。これ本当に非常に強い特許で、ほとんど全てのニューロファジーが引っかかります。 if then ルールの if の部分がニューラルネットで作られている、もしくは then の部分が作られている、まだ両方とも作られている、これは全てこの特許に引っかかります。それから全然ニューラルネットは使われてない純粋なファジーシステムだけど、それをニューラルネットでチューニングしたらこの特許に引っかかります。ニューロファジー、今日関係されている方も何人かご参加されていますが、今のお話から聞いて分かるように、ほとんど全てがこれで引っかかります。残念ながらですね、その時には、成立した時にはもうすでに松下に私いませんし、林先生ももう、大学に出ておられてしまって、誰もこれを推進してくれるところがなかったんですね。ファジーツール、マットラブのファジートゥールボックスの中にアンフィスというニューロファジーモデルがありますけども、ちょうど私がバークレーにいた時の学生が今やって、それを作ったんですが、その話が マスターワーク社に伝わってて、向こうの方ではいつ松下からその交渉が来るかっていろいろピクピクしてたらという話を彼から聞いたんですが、結局松下は動きませんでした。はい、第
2番目の転機、ニューロファジンの話ですが、ここからですね、またちょっと私が得た教訓という、教訓というかね、まあ、信念みたいなところなんですけども、当時は、ニューラネットがいい、ファジンなんかダメだとかですね、ファジンの方がいい、ニューラネットはダメだとかいう話の、なんですかね、信者みたいな方の発言が学会のレベルではいろいろあったんですけども、私の考えはですね、完璧なものはないと。完璧な技術はないと。どんな技術にも長所短所があると。まあ、これが第一、大前提。だから、どっちの技術の方がいいという話の信者になるべきじゃないと。それよりも、いいとこ取りをすれば、1たす1が3になる可能性があるというのが、まあ、ここのニューロファジーフィーバーのところからですね、以降、現在まで持ってる、技術的信念です。だから、融合化するっていう話については、あまり抵抗感なくて、その後の、この後もずっとスライドいきますが、進化計算の方に融合し、さらに人間要素まで取り込むというのには、ちょっとここら辺のところからスタートしています。ついでにことながら言いますと、ザデー教授のですね、ジョークで、ハンマーセオリーというのがあります。ファジーというハンマーを手に取ると、あっちゃこっちにある釘、実は釘という問題なんですけど、すべてそのハンマーで叩きたくなる。で、ニューラルネットというハンマーを持つと、何でもかんでも全部そのハンマーで叩きたくなる。というような、あれ、話なのね。だからこそ、特定のものだけじゃなくて、ニューロもファジーも進化計算も、形状あろうが触っていく必要があるよ。ということで、ビスクセミナーという、教育プログラムを伊達教授は、スタートされました。で、どのくらいこれ大きいか。この88年で我々のニューロファジーが出たんですが、その後、ニューロファジーのですね、論文とか会議数ってもう指数的にこう増えました。つまり、ニューロファジーの研究者がもう急増したんですね。で、私の信念というか、あれでは、まあ、たくさんの人の中で、やるっていうのは、今一つちょっとあれがなくて、一番最初の人生像に書きましたように、最初の一石を投入して、まあ、広く、影響を与えるっていうことに価値観をちょっと思っていますので、このままニューロファジーではダメだということで、まあ、独自性を出すために、進化計算と方も融合するというような話を旗振りました。でも、ここだけだとですね、ニューロン、全部これ、知能、計算の、計算知能の分野、知能情報の分野という一つの分野ですから、まあ、こういうことをやる人は結構増えますね。そこで、さらに、この人間要素も組み合わせるというところを旗印にして、まあ、それは現在のところまでついています。で、ここになった理由は、実は私は九州芸術工科大学の卒業生であると、芸術工学の教育を受けたカリキュラムを触ったというところが非常に大きいです。情報工学出身とか工学部の出身の人が、まあ、こういうような形をコンピューターの中で扱うのはそう大きく抵抗ないんですが、そこに実験心理的な話とかですね、生理の話を持ってこようとすると、できないことはないけども、心のギャップといいますか、やっぱりあれは大きくてですね、こちらの方に入ってくられる人は少ないんです。まあ、そこで、まあ、私自身の、なんですかね、特徴といいますか、自分の領域というか、それを研究領域というような形で、続けてきました。はい、3番目の転機、ここですね、35歳の時に、カリフォルニア大学のバークレー校の方に、客員に行くように、なったこと。まあ、2年間のこの滞在で、まあ、これもかなり大きな影響を受けました。これってUC バークレーの東側のスタンダーゲートというところなんですが、サイモンとガーファンクルのですね、サウンド、サイレンスという音楽をご存知の方多いと思います。あれって卒業という映画の中で使われてるんですけども、それ、ここ、あれが卒業の時の映画のシーンで使われてたところですね。で、当時も私の名前とニューロファジーという名前がもう表裏一体でも広がってましたので、私から佐藤先生お願いしたわけじゃないんですけども、松下電機から一人派遣するとカリフォルニア大学に行った時に、大学の方で佐藤先生が近いということで、受け入れ教員としてアサインしていただきました。で、ここの効果何が大きいかというとですね、この後のスライドでちょっと3枚で説明したいと思うんですが、国際人脈はこの2年間で劇的に広がりました。
それから、国際会議でも英語で発表するとかということにもう抵抗感というか不安感というかもうほとんどなくなっていました。で3番目は、ここの間で、初めてですね、PhD の学生の、まあ、研究上限というか、まあ、実質的に指導みたいなことを経験しました。でこの話をしたいと思います。でナデン先生は学会でもそれから大学でも、まあ、私をあちこちの人に、紹介してくださいました。特にサンフランシスコ空港からそう遠くないもんですからアメリカに学会かなんか来る人はサンフランシスコ空港立ち寄ってですね、ナデン先生に会いに来られる方って非常に多いんですよね。でその度にですね、部屋が2つ隣でしたのですから、紹介しようとかっていう形であちこちに人に紹介していただきました、まあ、そのおかげで、人脈が広に広がって、まあ、その次で書くように会議でもあちこちでお声がかりがあって、まあ、世界的にこういうふうに、知られるようになりました。これはドイツの新聞ですね。これは人民日報ですね。これフィンランドの新聞で、これはオーストラリアの新聞で、それからこちらは、コロンビア共和国ですね、南米 の新聞です。それから2番目、のバークレーに行ったことの効果、英語での不安感が払拭 したということですね、まあ、これも一つは、私のキーワードとそれからあちこち人に紹介してくださったおかげであっちゃこっちからですね、お呼びがかかったというのが大きいです。もともと私はですね学会発表って非常に大好きなタイプ です、けれども、まあ、誰でも1回目があるんですが1988年の、まあ、これ山川先生の飯塚の会議だったんですけども、ここのデビューではまあ緊張しましたですね。でもそれが会議をたくさん経験してくるようになってきたことと、まあ、2年間家族帯同でしたので家の中も日本語、それから客員の部屋も日本人の客員として日本語だったんですが、やっぱり生活圏がアメリカだと当然英語は使いますので、そういうことで英語で喋るというか、発表することに不安感がなくなりました。今日ご参加の方の多く名札のコレクションされている方多いと思うんですが、これ私の名札のコレクションです。まあ、こんなに会議ですね、経験しておくとやっぱり抵抗感がやっぱりないです。ですからここで今日ご参加の学生の皆さんへのメッセージなんですけども、留学してですね、ただ単にその英語は、どうのこうのというそういうレベル以上にですね。経験するところ、例えばコミュニケーション能力、英語の語学能力だけじゃなくてコミュニケーションする能力だとか、それから違う文化で接している時の、考え方だとか対応の仕方だとか、それから人の日本では広げられない知人ですね、そういうようなことが広がりますので、ぜひ、留学の機会を見つけてチャレンジされることをお勧めします。九州大学もクォーター制にして、外出やすくなりましたし、留学短期でも出ていくとですね、それで単位が取れるようにサポートしてますので、これはぜひ使うべきだと思います。はい、3番目は、初めてここでですねドクターの学生の研究指導に、経験したということです。で座田先生もですねあちこちの学生に、私の部屋にちょっと行ってみなさいとかいう話で、でも10人ほどの学生の研究アドバイザーという形でいろんなことに出し、何人かとはまあそれで論文を作るようになりました。その中で一番深く関わったのがこの学生です。で当時この学生はですね、最初はサマー何ですかね、サマープ プロジェクト的な形で私の部屋に来たんですね。そしてなんかパラパラとこうテーマを与えたらもう1週間後に、もうすぐ結果を持ってくるんですね。しかもそのプログラム見たら C プログラムでしたけども、まあ、ドキュメント読んでるようなプログラムでした。さらに一部 C にはどうも違うところがあって、これ何と聞くと、あそこはコンパイラー作りましたっていうぐらいの学生というか元プログラマーで大学にも学位を取りに戻ってきた人でしたね。まあそんな話だったので、もうものすごくプログラミングが強いわけですよ。でこれはこの能力でいけばもう PhD も学位研究も簡単にできるだろうと、まあ非常に思ったくらいでした。で当時彼は UC バークレーの学生ではなくて UC デイビスの学生 でいつもバークレーに通ってはコンピューターミュージックの研究所の方に入り浸りになってたんですよね。それで彼にちょっと声をかけたわけですよ。
そのプログラミング能力に非常に感心したがためにですけど、コンピューターミュージックでは学位取りにくかろうと。で、こちらに今、私の場合はこれでニューロファジーで取りましたので、何をやったらその学位論文の構成ができるかもよくわかると。じゃあ、進化計算とこのファジーとのこの融合という形でやってみないと。ここの赤印のところの融合化技術はまあ知恵を出さないとできないけれども、少なくとも学位論文の章はこういうふうにして構成ほらできるよ。1年半でできるんじゃない？やってみない？っていう話で声をかけました。彼はちょっと考えた。まあ、私自身がその教員ではなかったし、それから彼は大学がバークレーではなかったし、そういうこともあって、ちょっと考えた末ですね、やるという形で実際、入りました。で、そこからはもう、彼とは深くこの学位研究の内容に突っ込みました。ここら辺も全てそういう意味ではディスカッションして融合化技術作ってやりました。でアメリカの場合 PhD 候補生となるには資格審査を受けて資格審査を通るとクオリファイエグザミネーションを通ると初めて学位研究ができるようになります。で彼の場合はUC デイビスですからそちらの方で開かれたんですがUC デイビスの教員2人、それからナデー先生、この3人が指導教員で、私もその資格審査の場で招待されて、まあ、4人で、彼の発表プレゼンテーションを聞いて審査するんですけども、まあ、今でも覚えてるんですけども、発表が終わってはい、じゃあ外で出て待っててくださいって彼を追い出した後で、こちらの教員の発声大臣はもうほとんどできてるじゃないかっていうのが第1発声でしたね。でまあその時にこれは1年半で取れるぞというのはまあ確信しました。はい、最後の転機のところです。これは大学の方に転職するというところでした。で39歳でまあここで転職をしました。で私研究者としてのピークというのはまあ分野とかですね人に非常に依存するとは思うんですけれども私の場合ですと40代全般ここが本当にピークで本当にバリバリバリで行動できたんですね当時。ところが40の89とかいう50万円になるともうガタ落ちになってきてなんか老眼が入ってくるし論文読むのも根気が続かなくなるし真っ白 の白紙に今から論文をバーッと一気に書き上げるっていうのはなかなか難しくなってきたし肩は痛いしみたいな話がいろいろ出始めてですねあれが効率がかなり落ちてきました。でここに来た当時、まあ、95年ですけども、まあ研究室で学生が順番に増えていくということもありますが査読ありなし関わらず全てのやつ数えるとですね毎年毎日こんなに当時出してました。今から見てもですねとてもこんなことできないです。まあ、これが一番最後のですね若手の研究者の方で参加されている課題のメッセージにこうつなげます。それで人間要素を取り込む計算知能ということと、まあ、これにちょっと絡むんですけども、進化計算をまあ高度化するというのをまあテーマとして、その後、大学でやってきました。はい。以上がパート1のお話でした。で、次は、まあ、授業、ここからパート2とパート3はかなり授業っぽい内容になりますけれども、まずコンピューターと人間がこれ、協調するということが大事であると。でそのやり方っていうのは今の人工知能のアプローチとはちょっと違うという話をちょっとしたいと思います。で人間にはですね、この知識のような側面、能力、それから感性のようなまあ能力がこうあると思うんですけれども、知識の方は従来型、まあ、知識工学などで使われる AI の方でよく扱われてきました。それに対して、こちらの方、まあ、心理的なものとかそういうものはもやもやとこうしたイメージがこうあって、扱いにくいということもあって、昔の AI ではこちらの方は扱っていませんでした。だけども、そういうのがいるんだというところのお話なんですね。このスライドいつもいつも使ってるやつなんですが、例えばロボティクスだとか制御の話、この自然環境、まあ、センシングできる環境であればですね、位置とかスピードとかそういうものが分かりますから、従来のコンピューターの中だけで、扱うことはできます。それに対して、ちょっと待ってくれね。それに対して、ペットロボットだとか、ホームロボットをちょっと考えてみてください。で、この可愛い動きだとかですね、安心感のある動き、
そういう動作、そういうものを設計しないといけません。それはコンピューターのセンシングも難しいし、それからコンピューターがそれが判断するというのができないわけで、結局人間がその動作を見て、その動作がいいの悪いのということをもとに設計する必要があります。だからデータマイニング、これはデータベースに入っている数字のデータなどからですね、偏る等を見て、そこから知識という形で取り出してくるという技術で、この技術はもうすでにあります。ありますけども、コンピューターはデータに入ってて、ちゃんとその説明できるようなものは全部こう取り出してくるわけですから、ノイズであろうが何であろうが、もしそれが偏っていれば知識で取り出してきます。だからこれの質の良し悪しですね、取り出した知識の良し悪しということを考えるとすると、その領域の専門家の判断っていうのが必要になってきます。だから信号処理。信号処理、教科書開いてもらいますと、まあ、数式ベースでいろいろこう、書いて、例えばフィルターなどがこうありますが、その処理をした結果としての音だとか、画像、映像など、まあ、最終的にはやっぱり人間が見たり聞いたりして、よし悪しを判断する必要があります。ですから、こちらの部分ですね、こちらの部分は従来の数理工学系の方でできるんですけども、やっぱりこちらがないと、そのできない分野がありますよと、質を上げることができない分野がありますよという説明なんですね。まあ、そういうことを触ろうとするとですね、従来の工学だけ、ではなかなか触れなくて、こういうような周辺のところの部分ですね、こういうようなところをある程度触っていく必要があります。で、九州芸術工科大学できたときはですね、からこういう芸術工学のカリキュラムとして、こういう広く、まあ、その分浅くなりますけれども、を扱っているというところが非常に大きくて、だから私自身としてはですね、専門的にというか、テーマとしてやっていたのは信号処理なんですけれども、だけども、こういう音響、心理だとか、音響整理だとかっていうのも授業でやってますから、あまり抵抗感ないわけですね。それでこういう人間要素を取り込むというところの部分に入るのに抵抗感ありませんでした。昔の私の上司が言ってたんですけども、授業中寝ててもやっぱり出てないのと出てるのは違うとかいう話があるんですが、私自身もですね、芸術工学云々って何が決めるか、これは全てね、カリキュラムが決めるというふうに思っています。その中の授業の仕方の上手下手とかいろいろあるでしょうけども、一番大きいのは何を学生が触らせるか、また逆に学生が何を触ったかで決まってくるというふうに思っています。これは今日参加しているペイ先生の方から紹介を受けたテッドのやつなんですが、この人 のシャム・サンカンだという人の発表の内容はですね、AI のような、アプローチじゃなくて、人間とコンピューターが協力し合うことによって新しい知識をとか知を創造するというような類のお話なんですね。例えば彼 の発表のこのスライドで使われている例ですと、チェスのコンテストがあって、そのチェスのチャンピオンがチャンピオンになったわけじゃなくて、スーパーコンピューターとのチャンピオンになったわけじゃなくて、実は3台のラップトップと2人のアマチュアがチャンピオンになったんですね。で、なぜできたか。人間が出せるものと計算して探してくるものとの特性が違うわけですから、これをいかに正しく組み合わせるか。この正しい協力関係というところですが、これがいかに効果を発揮したかという例です。それから右側にある例、これは猿のタンパク質 の分子構造を探すという話なんですが、構造が複雑すぎてですね、スーパーコンピューター使っても、全部調べきれない。で、10年間ぐらいかな、なんかその構造が分からなかったものがですね、これをゲームの形にしたんですよね。分子構造をどうやって動かすか、どこへ何をつなぐかっていうのは人間のゲーマーにさせる。そしてその与えられた特性を調べる、計算するっていうのはコンピューターにさせるっていうゲームの形がありました。今もこのサイトがありますね、このフォルトというところのプロジェクトの方を見られたら面白いと思うんですが、これによってですね、ついにこの猿のこのある何かのタンパク質の分子構造が発見されたっていう話が出てました。これも
人間の直感だとか、その前の推論だとか、そういう能力とコンピューターの力ずくの計算とうまいこと組み合わせて成功例として彼は紹介しています。ですから私自身もこの考えというのはですね、この私自身のこのこちらの方の協力するっていう形の、してる方向と全く同じ考え方なんですね。で、触ってる技術的に言えば AI っぽい感じがしますので、AI と何が違うのとよく言われるかもしれませんが、人工知能の大きな枠組みで言えば、人間とか生物が持ってる知的な、メカニズムがあります。その知的なメカニズムをモデルの形でコンピューターの中に入れることによって、コンピューターの中でその知的な活動が実現できるというのが AI のアプローチです。で、こちらの場合はもうその後取り出した人間というか、それは協力するわけではない。アプリケーションではもちろん協力するのがありますよ。ありますけども、枠組みとしてはそういう形ですね。で、こちらはその人間のモデルを前面に作って入れるということじゃなくて、お互いが違う異なる能力を出し合いながら、そして何か新しいものを最適化していくとか、新しい知識とかですね、知の創造をしていくとか、そういうようなタイプのものです。だから今まではこちらの方のアプローチで特徴を出そうとして研究をしてきました。はい、残り、45分もあるんですが、45分はないまで多分かからないと思いますので、最後質疑応答の方の時間の方に割り振っていただけたらと思います。3番目は、実際のこれまでやってきた人間要素を取り込む計算知能という分野のですね、研究例をご紹介したいと思います。今日参加されている、特に進化計算の分野の方でからご参加されている方は、私のやっているところとこの2番目の対話型進化計算でしょという話になるんですが、人間要素を取り込む方法というのは別にここ対話型進化計算に限るものではありません。これは一つの方法アプローチですね。で、最初はこちらの方、実験心理的な方法でやられているやり方に計算知能を組み合わせるという例をちょっと最初紹介しましょう。感性に基づく設計とか検索、これをしなきゃいけないところがあります。今日ご参加の高田先生などは特にこちらの方の物理的な世界と人間のこの印象空間というか心理空間というのを両方扱わないといけない研究されています。で、例えばコンピューターが扱えるのはここに書いてあるような計測できるもの、これを物理的な変数、設計変数としましょう。で、これらを変えたら当然こちらが変わります。でも我々がそれを良し悪し判断するのは、別にこの数値で良し悪し判断しているわけではなくて、これを見た時のこのような主観的な印象で心の中に持っているそのターゲットのところに近づくようにこちらを変更したいというわけですね。で、従来はここを試行錯誤になりがちでした。音でも一緒です。で、スピーカーでしたらこういうようないろんな特性がこうあります。これが物理的な設計変数です。しかしそのスピーカー設計でいうと、例えばこのような主観的なものは心の中にどうもターゲットがあって、そちらになるべく近づけるようにこれをしたいというような話になりますね。そうすると、この主観的な、心理的なものとこの物理的なものをこう橋渡しするような手法がないと、このことは、なんていうか試行錯誤の領域を出ることができません。そこで、これをシステマティックに行う方法として、この心理的なもの、例えば印象という言葉を使いましょうと、印象空間をこれを構成する必要があります。一旦空間構成ができますと、これは数値、例えばこれを点、この一つの音は一つの座標という形で数値化されますので、コンピューターが扱えるようになります。だから問題はこちらのような心理的な空間を数値的な座標という形でどのように表現すべきか、そしてからこの物理的な空間、設計変数の空間とどのようにこう橋渡しをするかというところが鍵になります。で、まず印象のこの空間を作るところ、座標を作るところですね。これが最終的な設計目標です。例えばこんなような音のスピーカーを作りたいとかですね、こんなような表現の映像を作りたいとかっていうようなものを表す、座標として表す空間です。で、これはセマンティックディファレンシャル法という古くからの
方法がありまして、まあ、感性工学だとかですね、実験心理の方の分野では昔から使われています。また単独で、心理尺度、心の物差しを作るというのは実験心理学の方では昔からやってますし、私も学生の時にはもうそのようなものをやりました。だからこそあんまり抵抗感ないんですけども、だからこの空間は昔からの技術で作れる。あと問題はこの物理的なこの空間からこちらへどう写像するか、こちらからどうこちらを探すかというお話ですが、こちらの場合はニューラルネットでこれはできます。ここが計算知能の分野と、そういうこういう心理的なものと組み合わせの一つの例なんですけども、こちらの例えばこの、物理的なもの、何でしょうかね、例えば明度とかサイドとかそういうようなものを与えた時のその円がこちらの座標軸上ではどこら辺になるかというのを人間に被験者に見せて、座標位置を決めることができます。でそれぞれいろいろな音やら、画像などを見せて心理空間上のどこに、対応するかということを見つけることができます。つまりこちらの1対1対応のデータがありますから、これをニューラルネットの入力と学習データという形でニューラルネットで学習すれば、こちらのある一点、ある設計変数、スピーカーの特性だとか、映像機器の特性を一つ与えたら、このニューラルネットワークが心理空間上ではここら辺に行きますよということを、見つけ出すことができます。で、次は設計のターゲットがここですので、ここになるべく近くなるようなこちらの方の、スピーカーだとか映像だとかの物理パラメータを探したい。これは最終的なゴールになりますが、先ほどのニューラルネットでこれはどうかな、これはどうかなという形で適用するとそれぞれの座標が出ます。で、目標とするターゲットの心理的なとこまでの距離がここで計算できますから、この距離を評価値として進化計算でこちらの探索をするという方法を行うことができます。つまり、この実験心理的なお話とニューラルネットワーク、進化計算という計算知能という話を組み合わせることで、コンピューターと、こちらの人間の方の分とが設計、最適化の方に使えるようになります。で、これをさらに拡張した一つのアプリケーションとして、今、例えば画像などのデータベースがあるとします。こちらは物理量ですね、輝度とか明度とかいろんなものを計測できる物理量があります。そして先ほどの技術でニューラルネットと進化計算でこの印象空間との間は相互に行ったり来たりすることができるようになりました。同様に音楽のデータベースを用意して、こちらも心理空間との間でこう行ったり来たりすることもできます。で、この印象空間を共通のものにしておくとどういうことができるかというと、こちらの画像を与えるとニューラルネットが心理空間のある一点のここに対応しますよと、人間はこの絵を見たらこんなような印象を持ちますよというところが見つけます。そうするとこれに相当するような似たような音楽をこの先ほどの探索の形、進化計算の形で見つけてくることができる。またその逆もできるわけですね。つまりコンピューターにある音楽を聴かしたら、人間はこの音楽を聴いた時と同じような印象の絵をコンピューターが探し出すことができる。逆にある絵をコンピューターに見せれば、我々がこの絵を見た時に感じるような印象の音楽をコンピューターが探し出してくるというようなことができるようになりました。で、これがこの野田君っていうのはこの論文ではないんですけど、国際会議で発表した時の学生論文賞を、受賞しました。で、2番目がお待ちかねといいますか、一番数が多い対話型進化計算の分野です。対話型進化計算とはどういうものかというものですけども、今日初めての方もおられると思いますから、この絵1枚が対話型進化計算を示しています。ここに今、性能をベストにしたいものがあります。例えば車のデザインだとか、それから音を作るものだとか、音楽の生成だとか、それから補聴器、後で出しますが補聴器だとか、ロボットだとか、こういうものがいろいろこれ最適化したい対象です。
で最適化する技術としてはここで進化計算という、技術を使います。でもしここでチューニングしたその対象の性能が測ることができれば、それはもうコンピューターの中で全て、自動最適化ができます。しかし中にはコンピューターでは分からない測れないものがあります。例えば後で出てきます補聴器の例ですと、補聴器の音がこの人にとって聞きやすいかどうかというのはコンピューターに分からないんですね。あくまでそれを使うそのユーザーが聞いていいの悪いのということしかできません。ですからこのように人間しか評価ができない対象のものを一番よくしたい、最適化したいというものが対話型進化計算といいます。私ども研究室ではですね、大きく3つの方向、研究方向に分けて今まで行ってきました。一つは対話型進化計算の応用をですね、今までできてなかったような分野へ順々どんどんして、いろんなところでこの技術が使えるんだよというところを広げていくというのをいろいろやってきました。で、世界的にはですね、ほとんどの論文はこちらの応用の論文になっています。まあ、そういうこともあってですね、私の方ではかなり力を入れたのはこちらの方なんですね。この技術を実際使ってもらうためには、実用化するためには、コンピューターと、疲れ知らずのコンピューターと協力し合うわけですから、人間が疲れちゃうわけで、評価、評価、評価としなきゃいけませんから。で、そのために、ユーザーの疲労軽減できるような、この技術の改善といいますか、をかなり力を入れました。見た目とかですね、入力し方とそういうインターフェースの改善はもちろんあるんですけれども、例えばこの後で、説明しますような進化計算自体を、高度化することによって早くこの人が解を見つける、そうすると疲れが減るとかですね、それからコンピューターがこの A とかこの音を聞かせた時この人はこういう評価したという、この入力と出力をずっと、観察することによってコンピューターがその人の予測モデルを作ることができます。学習的にこう作って、一旦そういうモデルが、予測モデルができれば、次この人にはこういう音を聞かせたらきっといい評価になるんじゃないということになりますから、早く解を見つけることができます。まあ、こういうような、モデリングだとかですね、そういうようなことをいろいろやってきました。そして2000何年頃からだったんですかね、そこでモヤモヤとちょっと思ってたのはですね、こちらの話につながったんですけれども、こちらの方で最適化します。あるシステムを最適化します。その最適化はその人間の評価に基づいて最適化されたわけですから、どのようにして最適化されたかということを解析すれば、そのシステムを最適化した人の情報が分かる、特性が分かるんではないか、まあ、逆問題ですねという形で、展開できるんではないかというふうに思ってですね、やり始めたのがこちらです。今日はこのうちの少し例をお見せしたいと思います。で、これらの論文はですね、こちらの方のちょっと古い2001年の論文が入っています。実は私400本ぐらいのですね、論文等があるんですが、その中でナンバーワンを探せと、選べと言われたら実はこの論文です。今までに1825回の引用されてますし、この Proceedings of the IEEE というのは、昔はそんなにインパクトファクターは高くなかったんですけど、今はもうインパクトファクター10を超えるような雑誌になっています。はい、では今から、順番にこの3つですね、対話型進化計算の応用を広げていくという研究、それから人間科学のための研究、そして疲労軽減の中では進化計算の高度化というところですね、こちらの方でこちらのお話をして、今日のまとめの方に入りたいと思います。ではまず最初応用の方ですね、これはライティングデザインというところの応用です。3次元 CG というのは写真のシミュレーションになりますので、ライティングによって印象がかなり変わります。で、これ全て同じ CG モデルなんですけども、3つのライトの位置、強さが違います。その結果見た印象がかなり違うようになりますね。で、ここでデザインコンセプト、例えば清純派女優登場というようなことをデザインコンセプトに合うようなライティングをするというにはどうしたらいいかとなるわけですね。
で、下側は、その学生被験者の方が3つのライト、その位置、3次元空間での XYZ、XYZ、XYZ の位置を変えたり、それからのライトの強さを変えたりして、青春派女優にしたのがこれ、白夜女優にしたのがこれ、というような形で作りました。同じ被験者が、この対話型進化計算の技術を使って、こっちのライティングの方がこれに近い、遠い、いいよ、悪いよという、その評価、心の中に持ってる、このイメージに近いか遠いかによって、評価を与えてくるによって得られたものが、こちらの結果です。で、これ見て分かりますように、まあ、同じ人でも、こっち、例えばこちらの方がなんとなくやっぱいいような気しますよね。こちら怖い感じしますよね。みたいなことが自動的にできるようになりました。で、これは今、長崎県立大の、教授してる青木先生のところが学生の時にやったやつですけども、この KES では、ベストペーパーアワードをこれで取ったものです。次は、聴覚補償の話です。聴覚障害、聴覚障害って耳が遠い人ですね、には、まあ、大きな、小さな声で喋ってもやっぱり聞き取りにくいというのは、これは皆さんご存知の通りですけども、大きな声で喋っても実は聞こえない、聞こえにくいという問題があります。だから耳の近くに近づいて、聞こえますかとかっていうのは良くないんですよね。なぜかというと、この斜線が、まあ、健常の人の聞こえる音の範囲です。横軸は周波数ですね。で、例えばこの辺の 100Hz の音ですと、この辺の音は小さすぎて聞こえません。で、これが一番小さく聞こえる音です。で、どん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 聞こえて大きくなって大きくなって、ここがまあ快適に聞こえるまあ上限みたい。これ以上いくとわーっとなってくるような領域になります。で、周波数ごとによってその特性が違うんですが、聴覚障害の人のこのレンジというのは、聞こえる範囲というのは狭いんですよね。だからこの辺の音が来ても普通の人には聞こえるんですけども、小さい声として聞こえますが、その聴覚障害の人は小さすぎて聞こえません。で、この辺の声ですと、大きな声としては普通の人に聞こえますが、聴覚障害の人ですと、わーんとこう割れたような音になってしまって聞こえません。ですから、マイクロフォンからこう入ってくるこういうような特性の音の聞こえないところは持ち上げて、大きすぎるところは抑えるというような仕事をする必要、装置が必要です。これが補聴器ですね。で、今までの補聴器というのは、まあ、チューニングする専門家がおられまして、まあ、計測したデータをもとに、経験をもとに、これをチューニングするわけです。で、そのチューニングした結果、この音どうですかとこう聞くわけですね。で、そしてこちら、まあ、専門家じゃありませんから、まあ、どういう言葉で表現していいかちょっと分かりにくいとか、よく聞こえませんとかですね、なんかモヤモヤしてますとかって、まあ、こう答えます。で、それをもとにこの人が解釈し直して、もう一回調整して、まあ、こんなような形を今でもやっています。結局これは目つむって象さん触るというあの世界とかなり近い話になります。それに対してこの対話型進化計算を使いますと、この人がですね、直接の補聴器から聞いた音の良し悪しのフィードバックすることになりますから、他人の聞こえない人の判断ではないんですよね。ここが根本的に違うところですね。このループを回すことによって、この補聴器がどん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 最適化されていくというような話です。これが今日参加されてます大崎先生の学位研究の一部分です。一部と言いますのは、このアプローチは最適化するという、まあ、工学的なアプローチです。この後もう一つ反対側ですね、人間科学的な方の側面もこの学位論文に入ってまして、そちらの方も紹介したいと思います。で、こちらは次は信号処理に、応用したところです。先ほど見たら林田君も参加してましたですね。で、彼の、まあ、やってくれたやつなんですが、我々が信号処理の知識を持っていれば、このエッジ抽出するというときには、じゃあラプラシアンフィルターを作ればいいということで、数式も知ってて、そういうフィルターは作れます。だからそれは当然知識があればすぐできるんですけれども、知識がなくても視覚的に見て、エッジ抽出ができてるように、できてるようになるように、いいの悪いのという評価をしていくと、こちら側の方からやっぱりエッジ抽出するようなフィルターもできます。まあ、完全にもちろん数式ベースと違う、いろんなものがついてるでしょうから違うと思うんですが、特性的にはちゃんとエッジが抽出できるようになります。つまり、
視覚ベースのとかですね、聴覚ベースのフィルター設計、しかも専門知識がなくてもできるということがこれで言えるようになります。特に医療画像処理、次があるかな、医療画像処理などの例、このがいいですね。この医療画像処理などをしようとしたときに、画像診断の専門家の方はここの部分が何ですかね、よく見える見えないというところが、それを見えるようにするフィルターの知識はないですけども、今度信号処理の専門家はどのようにしたのがそのお医者さんの判断にとって見やすいかというのは分からない。だから一番いいのは専門知識がないけどもお医者さんが視覚的に見てこっちが見やすい、こっちが見やすい、こっちが見やすいというふうに言ってるうちにだん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 できるようなフィルター設計、これは対話型進化計算ですとそれが可能になるわけですね。これは RGB それぞれの 3つの特性を作ってこのモノクロの、画像をこのカラー化するというものです。でこれはバーチャルリアリティのところで、応用したものです。長崎総合科学大学の方で、一緒にやりました。ここで人間がこのアームレスにこう実は空気で制御でこのアームが右行ったり左行ったりするんですが、これを制御をうまいことすると人間と腕相撲をすることができますね。で例えばこういうイメージを考えてください。これをゲームセンターに入れますと。でゲームセンターにしてこの人になるべくもう一回チャレンジしたいというふうに100円玉を放り込んでもらえるようにするようなこの制御をしたいというわけです。そういうことを考えましょう。そうすると強い制御ならばそれは簡単でパワーを最大にすれば人間をガチャンってやっつけることはできるんですけども、そんなことしてもこの人もう一回100円玉入れる気しない、しませんよね。だからあくまで人間と戦っているような気がするような制御が欲しいわけです。でそれは計測できません。この人がどう感じるかが全てです。でこの人の戦っている時のその主観的な印象をフィードバックしてこの対話型進化計算がこの制御ルールを書き換えるということを繰り返すことによっていくというものです。次は回路設計の方に応用した例です。これは UC バークレーとの共同研究です。MEMS って言いますのはこれ見たらこれは IC か LSI かみたいな形で見えると思うんですが、 IC とか LSI とか VLSI というのは 100% の電子回路なんですね。でそのチップの中に電子回路だけじゃなくて動く部分も入っているもの、こういうのを MEMS と言います。何がいいことがあるかというと機械的に動くことによってその動きが電気信号指定として取り出せるわけです。例えばエアバッグが考えてみて分かりやすいんですが、車に衝突したと、衝突したかどうかはその動きで取るわけですね。だからこれ機械的なメカの動きが必要です。でその動いたところの部分を電気的にパッと取り出してエアバッグの方を作動させるという話ができますから、そのメカ的な動きとその電気的な回路の部分の接続がいかにいるかということが分かるかと思います。これはロータリーエンジンですね、この型ですね。このようなことがもう製造ができるようになっています。そこでカリフォルニア大学で、このラフィ・カマリアンというのが、機械工学科の方で PhD としたんですが、彼のやってるやり方は、MEMS は多目的最適化である。ということで多目的最適化として設計をしてみました。例えば受信周波数を使ったとか、強度は一定以上ないといけないとか、面積はどれでいいかに抑えないといけないとか、いろいろ仕様があってですね、それらを全部満たすような解を探し出してくるという設計をやりました。この青木銀織教授 その研究室なんですが、で私がバークレーに行って、この対話型進化計算の講演をやったあとですね、こちらの方のこれはできると。いうことで、その前にサマープログラムで学習のプログラムです。3ヶ月間私の研究室に来てたということもあって、対話型進化計算知ってたもんですから、向こうで講演したときに、この教授の方でこれは使えるという話をしてくれて、それで彼はポストとして、私の研究室にこう、来てくれました。で彼が実際設計した例なんですけど、これ顕微鏡写真なんですね。ちょっと見にくいんですけど、この赤いところ、ここの部分の、絵で描くとこんな形になっています。で、ここの上側のもやもやもやっとしたところ、ここが、ここが塊のところが上下にこう動くんですよね。
上下に動くと、上のところの部分と下のところの部分、拡大しましょうかね。これですね。ここの部分ですね。この部分が動くと、ここが、私の指見てわかりますかね。こういうような形で動きます。そうすると、電気容量が変化しますから、この振動が、ここの上下のこの振動が、電気信号として取り出すことができます。で、この振動どうするかというと、ここに4つの足がありますが、これ実はバネなんですね。で、このバネで支えられたものが、ある振動を受けると、うやうやうやと動きますので、その動きが電気信号の変化として取り出されるというものです。で、ここに収められるこのサイズ、この面積の制約があります。それから動く周波数帯の制約があります。からバネがポッキンと折れてしまっても困るので強度が要求がありますし、強すぎるとバネとスティフネが強すぎると動かなくなりますから、その範囲というものがあります。そういう意味では多目的最適化なんですね。で、それはバークレーでやった話なんですが、それだけじゃなくて、彼がさらにうちと共同研究でやったのは、この回路設計している人の専門家といいますか、慣れた人が見ると、この回路の素性の良し悪しが、まあ、パッと見て分かるというんですよね。だから素性の良し悪しというその知見をここの設計に反映させたいということで対話型真核計算を言いました。で、実験ですけども、要するにカリフォルニア大学でやったような多目的最適化だけで、作られたもの、その後この進化、対話型真核計算をしてさらに進化を続けたものとすると、まあ、危険率 1% で優位にですね、対話型真核計算を入れて、つまり回路設計の経験とか知見を組み込むことによって、性能が向上したという結果が出ました。次も変わった応用なんですけども、地質学への応用の例です。2000年にですね、電子メールを私受けて、オーストラリアから受けて、このファビオという、ファビオ・ボシェッティというイタリア人なんですが、オーストラリアの研究所に行って、そこからメールを受けました。全然知らない人です。で、自分はこっちのことをやってると。だけども、どうも対話型進化計算っていうようなことが使えるんじゃないだろうかと思うみたいな話があって、彼は福岡に来ました。で、その時に話を聞いた話がこの絵なんですけども、その彼の研究所、地質学の研究所なんですけども、そこの研究所にはですね、地質学者と、それから地球物理学者と、まあ、2つのパターンの違いの人が一緒に協力しながらやっています。で、ジオロジストとジオフィジストの違い、皆さん説明できますか？ジオロジストは、まあ、ハンマー持ってフィールドに行ってカンカンカンってやってきてですね、ああ、地面だからこういうふうに割れてるぞとかですね。まあ、これ実際、本当のプロの地質学者がスケッチした地面の近く の構造なんですけども、こんなことを見つけてくる人。まあ、数学や物理はまあちょっとという、まあ、まあそこまで言うと語弊もありますが、それに対して地球物理学者はなぜこんなことが起きたんだということを、まあ、まあコンピューターシミュレーションとかでやります。だから物理とか数学は非常に強い人たちです。で、彼らの方がまあ協力し合ってですねやるんですが、何を彼らやってたかというと、地質学者がフィールドを見て下の方、地面の中は表層は、地球の表層はこうなってるぞという断面とかですね、そういうものを調べてきて、こういうのを調整してきます。で、地球物理学者の方がシミュレーションをして、こちらある初期値を入れると、そのシミュレーションをぐるぐるぐると回すと、こんな形になるというものです。ここの部分は天気予報と似たようなもので、天気予報って地球、空気中の3次元のメッシュに区切って、それぞれごとの温度とか空気と風の速度だとかっていうのは隣のセルにどういう部分にどう伝わっていくかということでシミュレーションしますが、これも一緒で地面の中をメッシュに区切って、力のかけ具合、温度のかけ具合が隣のメッシュにどう伝播していくかということでシミュレーションします。で、シミュレーション結果がこのような形に出ました。で、地質学者 の実際調べてきたものがあります。で、ここで地質学者の方がこれを見比べて、どうも違うねっていうことで初期値、例えば温度だとか、岩石の強さだとか、そういうものを変えてもう一回実験するということをやっていました。なんか画像が似てるというだけではダメらしくて、地質学的な意味があるところで似てないといけないというような話で、ですからその専門家の視覚的判断が必要なんだと言ってました。でもその話2000年に聞いてですね、それってランダムサーチじゃないの？
という話が、まあ、私の話ですね。その判断するというのは、それは確かに専門家しかできないかもしれないけども、こちらの求めた出力になるような入力を求める、つまり逆問題と言いますが、それの初期値を決めるって、それはアルゴリズムで最適化した方がいいんじゃないの、進化計算あるよという話で、対話型進化計算を このシミュレーションに導入することになりました。で、彼からその後、連絡があったんですけども、彼は地球物理学者、ね、で、進化計算のこともある程度知ってます。で、彼のボスは、そういうことわからない、地質学者です。で、この提案、プロジェクト提案したら、なんかようわからんけど、まあ、じゃあ1年間やってみなさいという形で、この導入、これを組み込み導入しました。その研究所ではそれでもやっぱりすぐわからないので、学生のアルバイトを雇ってですね、これのマニュアルチューニング、マニュアルチューニングって一生懸命やってて、2週間やって結局わからなかったらしいんですが、これ彼ができたこのプログラムで8世代目で見つけたというんですよね。で、研究所ではなんか大騒ぎになったらしいんですけども、我々からするとですね、ランダムサーチとアルゴリズムもともとオプティマイゼーションから勝つに決まってるじゃんという話を我々からは思うんですが、まあそういうような影響を与えたものです。次は間取りのアルゴリズムということですね。今ここの四角形で、今日ご参加されている井上先生の学位研究なんですけども、ここに部屋、アパートの大きな筐体があります。で、そこに、水回り、キッチンとかリビングとかベッドルームとかの、まあ核になる種をここに撒きます。そうするとそれをそれぞれの種が順番にこう成長していく、成長していくという形のことで、最終的に、水回りの部屋、キッチンサイド、リビング、ベッドルームという形で生成するというアルゴリズムを彼が考案しました。で、これを人間が見ますとですね、例えばこんなベッドはちょっと使いづらいねとかですね、廊下の側からベランダに出るのに、ベッドルーム通らないといけないとかっていう、例えばこれなんかそうですね、ベッドルーム通らないといけないっていう話だ、これはダメよねっていう話にいろいろなります。また、そういう制約が OK になっただけではなくてですね、まず設計者の建築家のやっぱり好みといいますか、そちらの方の主義主張というのがありますから、そちらの方も反映させたい。つまりこの種の位置をいろいろ変えればいろんな間取りができますよと。そしてどのようその最終的にできた間取りがその建築家が満足するような、まあ、種をいかにして決めるかという問題になります。で、これを、まあ、複数の制約が、例えば大きすぎる水回りとかですね、ちっちゃすぎるベッドマンとか、いびつの形した部屋だとか、そういうもダメよねとか、まあ、いろいろ制約があります。そういう制約のところで多目的最適化ということと、この出来上がった間取りを見た時の建築家の方の評価、まあ、これは対話型進化計算がありますが、その2つをこう組み合わせることによって、多目的最適化と進化計算を入れたような間取り設計というのを彼の、学位研究としてやりました。先ほどのメムズの時も対話型進化計算と多目的最適化の組み合わせでしたが、場合は最初に多目的最適化を終えてしまった後で次にスイッチして対話型進化計算をするというものでした。まあ、組み合わせはいろんなやり方があって、例えばこの場合ですと、こちらの探索をある程度してからこれをやって、またやってこれやるというのは交互にやるというようなやり方も当然できます。次は、人間科学、よく見たら時間があと10分になりましたね。ちょっと急ぎましょう。人間科学のための対話型進化計算ということで、最適化したものを解析することによって、その人の、特性を知ろうということです。先ほどライティングの話をしました。システムを使って、患者さんにハッピーなライティングを作ってください。悲しいの、ライティングを作ってくださいってお願いします。同様に学生の方にもこれを作ってもらいます。で、もしここの間に優位な差がなければ、楽しい、悲しいという心の中のダイナミックレンジがまあ同じぐらいと言えます。ところが実際やってみたらですね、違うんですよね。これ心理尺度構成した軸なんですが、右の方へ行けば行くほど、まあ、数値が大きいほど楽しい度合いが大きいと思ってください。そうするとこの P、P、P と書いてあるところ、実はこの順番に並べたんですけども、この人、P がついてる人は患者さんです。
で、他の人が見て、これが楽しい度合いこのぐらい。で、この辺になってくると楽しい度合いがこのぐらいになってきます。明らかに患者さんの方では楽しいというのは作れないんですね。顔の目とか口の形で、楽しい悲しいでしたら一対一対応しますので、多分難しくないと思うんですが、ライティングというものと、それこの楽しい悲しいという感情との間の、対応関係というのは患者さんにとって非常に難しいということが分かりました。同様に悲しいもやって2つの間の、差を考えます。順位の差ですので、あの数値自体は意味がないんですが、順位尺度は、維持されますので、これが最も広い楽しい悲しいの人、これ健常の人、学生です。これが最も狭い楽しい悲しいです、まあ、我々見てえっと思うかもしれません。ですから、ここから分かったといいますか、可能性があるのは、この対話型進化計算で人間の方の心を解析することによって、例えばこの統合失調症の患者さんの、改善具合だとか、そういうことの診断ツールになる可能性があるということの結果で出ます。ただ、この系統の実験をするのは非常に難しくてですね、私自身も直接、実験に参加できませんし、難しくて、もう今はもう続けられません。次は、先ほどの大崎先生の学位論文のもう一つの人間科学の側面の章の話です。この対話型進化計算でフィッティングは、補聴器のフィッティングができるようになりましたので、今までのような純音とかのような方式で作る特性と、例えば音声で補聴器をベストにするとか、音楽でベストにするとかということができるようになりました。それで得られた補聴器の特性を見てみますと、純音とか今までのフィッティングで得られた最適な特性と音声で得られた最適特性はかなり違うということが分かりました。しかし、人の音声であれば、人が変わろうが、ノイズが入ってようが、大体同じ特性になるということも分かりました。また、音楽で最適にした特性も違うということが分かりました。つまり、この対話型進化計算ができるようになって、ここの部分ですね、ここが得られるようになりましたので、そこから得られた知見というのは、音環境に応じて、補聴器特性を変える、そういうのが一番いい将来の補聴器であると。また現在で聞こチューニングしている補聴器というのは、必ずしも声が聞きやすくなるようにフィッティングされているかどうかわからないということも、ここから得られました。で、次は人工内耳、まあ、補聴器と似ていますけども、人工内耳の場合はこの補聴器というのは鼓膜を動かすんですが、そうではなくてマイクロンで拾った音でダイレクトに電気信号でこの内耳に刺激を与えます。これによって聴覚神経系から音が聞こえるように脳の方に伝えていくというものです。で、横軸にこう並んでますのは、それぞれのこの内耳の部位にする位置、まあ、チャンネルです。だから、まあ大体周波数に相当すると思ってもらっていいかもしれません。で、従来の補聴器のフィッティングというのは、この赤印がやり方です。各周波数ごとに帯域で最もよく聞こえる小さな音から大きな音まで最大に広げてセッティングする、このやり方は今現在でも世界中でやられています。ところが、この2007年のこのフランスのチームが出したこの論文によりますと、ここで得られた特性っていうのは、対話型進化計算で得られた特性、この青ですね、全然違うんですよ、従来のやり方。この辺なんか全然音の大きさに関係なく一定にしとけとか言ってるわけですよね。で、幅も動く幅も非常に狭いです。全然常識に合わないんですけども、ところが、フランス語の単語認識テストをすると、従来のやり方ってこの40何パーセント、まあ大体 50% ぐらいしか聞こえないんですけども、認識できないんですけども、それがある人は 92% まで単語認識ができるようになったんですね。明らかになんかおかしいというふうに思います。つまり、どうも我々が知らないような聴覚系のですね、どうも知見がまだあるということをこれは示唆していると考えられます。だから、その聴覚系まだ見つかっていない、我々知られていないこの聴覚系の失礼を見つけ出したら、これはすごいことなんじゃないということで、当時中川先生は、福岡大学ですね、おられた中川先生、今は旧大の聴覚の方に戻られてますけども、
そこと今共同研究を、この古い時にやったんですが、今こちらに戻られてちょっと、ストップしてまして、来週もう一回再、その会にやり、遠隔の会にやる予定にしています。じゃあ最後、もう時間があと5分ですので、疲労軽減の中でたくさんあるうちの、進化検査の高度化というところの話をしたいと思います。昔の論文、1980年代に読んだですね、信号処理のこれいいアイデアねと思った論文がずっと頭の中にあって、まあ、それがちょっと影響したんですけども、ここの、まあ、これ一次元で書いているこういう特性があって性能が一番良くなるここの設計値を探し出したいというのが、まあ、最適化です。で、実際にはこの線は見えないので、この辺はどうだったか、この辺で調べてみたらどうだった、この辺で測定したら性能はどうだったという、まあ、黒の点がこうあります。で、これらを使ってここをなんとか、ここですね、ここをなんとか探したいというのが進化計算なんですけども、ここの一発でいくんじゃなくてですね、すでに分かっているこの黒丸を最も粗い近似をする、これはつまり担保性ピークが一つのある関数でこう近似するというわけですよ。そうするとここの頂点が計算できますから、この頂点は、まあ、この最適なとこじゃないにしても、まあ他のランダムに選んだ時よりは性能がきっといいに違いない、だからこれはエリートとして使えるんじゃなかろうかというのがこの考えです。ところで最も性能が悪いもの、例えばこれですね、これを捨ててこれを入れるというのはここの論文で発表しました。そう、これは何がいいかというとですね、これは関数の近似しててピークのところに近づく可能性がある、まあ、うまいこといく可能性が高いわけです。もしこれが悪くても一番悪いやつで入れ替えただけですから、そんな劇的に悪くなることはない、つまりローリスクハイリターンの戦略ですということで、発表したものです。なんとこの論文が和人学会の方の論文賞をいただきました。インゴ君とか大西君というのも今日参加してたんじゃなかったですかね、の人です。で、もう一つ違うやり方ですね。この進化計算というのはこの探索する空間で複数の点を行って順番にこう動いていって、あ、ここら辺にどうも収束した、この辺にいい解があるぞ、これが設計する性能を最大にする解だぞというのをこうやるんですが、今の動きを見てるとですね、このような動きベクトルっていうのは、分かります。で、もし数理的にここら辺の位置ですね、これ計算できるならば、まあ、収束するまで進化計算やる前にですね、早い段階でこの辺に行くんではないかという計算ができます。これは前から私ずっと考えてたんですけども、この計算の仕方が分からなかったですね。で、教員の方の、同僚の教員、数学の教員などもいろいろ相談したりとかしてたんですけど、難しかったんですね。で、ある時、この芸工院の方に、村田先生だとか、伊藤キャンパスの西井先生などが、まあ、来られた講演会がちょっとあったんですが、その後の懇親会の時に、お二人は数学者なんですね。実はこんなこと考えてて、やり方わかんないんですけど、つったら、二人がちょっと張り切ってしですね、お、これは学生の問題に使えるとかと言われてですね、最初、こちら西井先生が、これこれどうだという会を持ってこられて、その次、この村田先生が、いや、こっちの方がスマートだとか話して持ってこられて、で、これ、ね、計算する方法が得られました。それはこの論文で使っています。で、我々、まあ、今日参加のペイ先生と、我々の仕事は、この位置が計算するというのは、この数学者のもとに教えてもらったので、これを進化計算に使おうと、そして高速化に使おうというやり方ですね。で、ここからして高速化にやりました。ただ、このやり方はですね、このピークが一つの場合は一箇所に集まってからですね、これは有力な解になるというのはわかるんですが、もしピークが複数このようにあるやり方ですと、まあ、どこへ向きがあちゃこちゃ全然別のとこ向いてますから、今の技術単独では使えないんですね。ですから、その前にこのピークを分離するというアルゴリズムが開発する必要があります。で、パターン認識ではできないんですよね。この向きが真ん中に向かっている者同士、しかも近場でまず一定方向に向かっている者同士を分離するようなパターン認識ってちょっとアルゴリズムがわからない。で、そこでいろいろ宿泊してですね、ついにその分離するアルゴリズムが
考案して、そしてやってみたら、ちゃんとこのそれぞれごとがピークがそれぞれ、まあ、完全読者じゃないですけども推定することができるようになったというのが、まあ、陽子さんからの優先生の、学位研究の中に入っています。で次、最後は、フーリエ変換という信号処理で使う技術を、まあ、進化計算で使えないかというものです。これ信号処理でこう波形があった、それを周波数特性見ると、まあ、理算的に例えばこんなような形があるとします。ここが最も強いエネルギーですので、この周波数だけで逆振り変換すると、まあ、制限波になりますから、こんな形になりますね。この時に位相とこの周波数を合わせれば、ここら辺の位置が見つかるんじゃないか。つまり、これでピークのところを検出するのに使えるんじゃないかという考え方です。で、今の話を使うと、これでピークを求めて、それで進化計算のエリートとして使えば、高速回使えますね。これは、黒印がそれをしない従来の進化計算の収束特性です。この関数の一番いいピークを探すわけです。で、今の方式、周波数の概念を使ってピークを推定したものをエリートとして使ったやり方をするともっと早く収束するということで高速化が、分かりました。さらに、これを今ここで1番目取りましたので、次2番目、これを制限波でこうするようにすれば、別のところの2番目のピーク、これをやれば今度3番目のピークというような形で順番に見つかっていくことができますね。そうするとこのような、これ多方でいろいろピークなんですが、それぞれのピークを探し出すことも可能になるという、我々の分野ではニッチと言っていますけども、そのような技術も使えるということができます。これは今日参加のペイ先生の学位論文の中に入れています。はい、12時になりましたのでもうまとめたいと思います。今日は私の研究人生の、まあ、4つの転機があってというと、そういう経験から得られた内容から皆さんでお役に立つようなことがあればというものをお伝えしました。でパート2では、技術思想として人間とコンピューターが協力することが非常に重要なんだと、そっちの方面がいるんだという話をしました。そしてその応用例として、これまでのうちの研究室で等でやってきた内容の方をいろいろ紹介しました。こういう話、次メッセージみたいな話するとですね、うんちくを垂れたがるのはなんか老人の弊害みたいな言葉が言われるんですけども、学生さんの若い人にですね、メッセージとして、早く自分の将来像、自分はこっちに向かっていくんだというのを早く決めることをお勧めします。それが持っていると今後の人生でいろいろ決断しなきゃいけない人生の岐路での判断基準になりますので、これは強く持つべきだろうと思います。でこの持つという時に、そのいろんな生きがいの話にするためにはですね、社会に対して役立ってるんだとかですね、貢献してるんだというその価値観が持てる将来像にしないと長続きしません。これなしで仕事とか研究してもですね、自分の利益のため、功名心だとか金が稼げるだとか、そっちの方向が目的になってしまって、生きがいっていう話にはつながりにくくなると思うんですね。だから早くこういう価値観を持てるような将来像を持つことを、就職前にですね、早く見つけることをお勧めします。それから、次、チャンスっていうのは、実は目の前をいろいろこう通り過ぎていくんですね。で、待ってても実は来ない。待ってくださいね。はい、どうすいません。だから自分から手伸ばして目の前へ通っていくというチャンスをつかまないといけない。それは積極性だとかですね、チャレンジだとかっていうことにつながるんですけども、それがあれば我々がチャンスをつかむことが増える、チャンスが増えるということになります。先ほどの、スライドの中の留学の話などもそのうちの一つでした。次は若手の教員とか研究者の方への話なんですけども、これは非常に実感してるんですが、研究者のピークが来るのは意外に早いという話です。今日ご参加のご高齢の方は、そうだそうだと言われる方が多いかもしれませんけども、大御所と言われるような年齢になった時はピークになるわけじゃないんですね。私自身は昔、まあ将来はこの分野の方で本でも掃除したいと。でもまだ早い、まだ早い、まだ早いと思ってたら、いつの間にこんな年になってしまった状態なんですね。自分で言えばやっぱり40代の前半が、これがピークなんですね。で、多くの人は学位取って30ぐらいの時で、ピークになる
まあ、私と一緒かどうかは別として、私と同じでするならばピークになるとして、まあ、10年15年ぐらいしかもうない、で短いんですよね。だからそちらの行き当たりばったりにするなると、まあ、時間がロスになってしまいます。特に大学などになりますと、教育とかあの管理運営業務でどん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 あの年齢に比例してですね、忙しくなってきますので、早い段階からですね、これ長期計画といいます、研究計画というか、自分の人生で何をあとや残った時に何をやっていくんだということを計画を立てないと、ああっという間に終わってしまうというのが、まあ、一番最初に伝えたいメッセージです。それから、まあ、これは私自身がずっと今価値観になっているんですが、研究ではですね、たくさんの人が集まっているところでやると、まあ、和気あいあいとやりやすい、楽しいというのは確かなんですけども、新しい一石を投入するときの価値観でね、まあ、オリジナリティの価値だとか、人に与える影響の大きさとか、まあ、そういうことに対する価値というのは、私強く思っています。だからそちらの方にも、なんですかね、意義を感じられる人がいいなというふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。でじゃあ最後の今後なんですけども、私の連絡先ですが、あの今高木アットデザインというのを持っていて、そのでアドレス帳に登録されている方もおられると思いますけども、退職してから1年間でですね、あれは消えるようになっています。で昔あの九州大学の障害メールアドレスというのを作りました。あの今日ご参加の芸工大出身者および旧大出身者はこの九州大学 の, あの障害、メールアドレスというところをアクセスすれば発行してもらえることができます。できますが、これずっと続くかどうかちょっと疑問、危ないかもしれんという話もちょっと聞いててですね、転送サービス なもんですから、スパムにいろいろ曲げられたりするんでしょうね、きっと。で来週あじゃなくて16日に実は学内会議があって、もし名誉教授としての称号を与えられるとすると、非常に大きな恩恵は、今使っている九州大学の教職員の基本メールアドレス、これなんですけども、これがその後も使ってもいいよというふうになります。ですから今後の私の連絡先はですね、多分、称号を付与されるだろうと期待してますので、こちらの方を、取っておいていただいたらと思います。私からのメール の署名の欄には今こちらをずっと昔から使っています。でその次は多分今後何するのっていう話が必ず聞かれますんですけども、1年間あの九州大学の学術研究員として、残ります。科研があのまだ残ってまして、そちらの方をやることにしています。で学生の指導も実はしなきゃいけなくてですね、特任教授の票、まあ、付与がひょっとするとあのいただけるかもしれません。でここの1年間この九州大学の職員として残りますので、こちらにある現在のウェブページですね、こちらはもう1年間使えるようになります。でその後じゃあどうするのかと、実はどうしようかなと言っているところが今日のお話でした。はい、どうも時間を超過してしまって申し訳ございませんでした。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。じゃあスライドは1枚前のこちらを出していきましょう。はい、丸山先生、じゃあこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。当初、予定通りというか、あの時間をか質問の時間を確保されるんだろうと思ってたんですが、そのつもりだったんですけどね、すみません。なんか意外にあの超過してしまいました。せっかくですので、あのぜひあの質問なり、なんかご発言したいという方は、あの挙手、あのなんか挙手のマークがあると思いますので、手を挙げていただけますか。はい、じゃあ山川先生お願いします。あの富士システム研究所の山川です。どうも大変あの満足のあるお話ありがとうございました。一つお伺いしたいのは、先生松下電機の中央研究所にお勤めになってて、バークレーにも留学なさって、そのままでも研究十分できたと思うんですけど、それはあえて母校に帰ってこられたというのは何かその辺の動機が終わりなんでしょうか。はい、じゃあその時 あの話をちょっとしたいと思うんですが、あの、バークレーにいる時にあの大学の方のちょっとコンタクトがあって、そして、まあ、あの私の、まあ、業績を大学の、まあ、当時の教員が知られてですね、
帰ってこいという話があったんですね。で、帰ってこいという話があったんです。で、あったんですけども、実は中央研究所からの大学行く教員って結構いるんです。多いんですけども、最初に大学決めてから辞めますっていう話をするとですね、みんなトラブルはもう起きてるのを何名か私は目撃しててですね、それでその話を言ったわけですよ。大学とそれからの会社の方で話してくれと、自分がそれやるとそれ入るといろいろその問題を起こすからっていう話が、で当時 の音響設計学科の教授って元松下の音響研究所の技術部長だったんですね。で、中央研究所の所長のところで、まあ、ナンパというのは大げさなことじゃないんですけど、話をつけられて、で、割愛が決まりました。実はその割愛、会社が私を割愛するという、返事したということも、実は私知らなくて、だから、本来これは自己都合で退職じゃないんじゃないかと思うんですけど、なんか退職金は自己都合退職になってました。で、その時に、まあ、いろいろ当然、私の意思決定というか、あれを聞かれるんですけども、その時に今の、ご質問のご回答なんですが、研究費でいうと松下の方がずっといいです。私当時ニューラルネットやってる時って、私のニューラルネット研究のために1日レンタル料10万円のコンピューター本当にレンタルしてくれましたよね。そのぐらいの金が使えたんですけどね。ところが松下の場合40過ぎるともうほとんどがですね、管理職の割合に増えてきます。技官という職もあるんですけども、3000人に1人ぐらいしかいなくてですね、まあその4、まあ、バリバリの時ですよね、40手前で。で、そちらで今後研究はやれるという保証が、まあ、どっちかというと少なくなってくるというのは実感でありました。で、それが大学の方が、6割いいね、松下の方が4割いいねっていう話で人事には伝えてはいました。ただ、辞めます、行きますという話は当時私は言わないようにしました。それが背景です。その頃はもうすでに先生が学位をお持ちだったんですよね。そうですね。バークレーに派遣するときは学位なしでは派遣しない方針だったんですよね。だからその学位をお取りになってたからそういう話につながったんじゃないかと思うんですけど。若い学生さんたちの将来をこう決めるときに、その辺のところが企業に就職するべきか、大学に残るべきかというような話の時に重要なキーポイントになりそうな気がするので、もしその辺がよかったら教えてまあ、今大学に教員になるためには、まあ、パスポートですよね、学位って。だからなければなれないけども、あったからといって、まあ、なれるわけではないというような、今 20% ですかね、学位持ってる人の大学のポジションの数がそのぐらいしかないので、もうなれない人がほとんどないですけども、だから学位本当に大学の教員でなきゃいけないかというと、昔のイメージは確かに研究者イコール大学教員みたいなイメージがありましたけども、今はやっぱり高度職業人としての学位の使い方、だから企業などでそちらを発揮すべきだろうというふうに思います。あまりにも学位に引っ張られますと、はい、あ、すみませんね、将来どこへも動けなくなる人も何人か見てますんでね、うん、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、山川先生ありがとうございました。では、高木先生ありがとうございました。どうも、遅れてすいませんでした。はい、これで第一部を締めたいと思いますが、午後、1時半からですね、同じ URL で、第2部がありますので、こちらもぜひご参加ください。じゃあ皆様ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。